フットサルヒーローズ出場しますけど、はいはい、一緒に出る選手についてどう思いますか？そうですね、一緒にやってた FG の選手とか、あと名古屋時代にやってた橋本雅也とか、久しぶりにやるんですごい楽しみです。相手についてはどう思いますか？相手は中国リーグで1回やって勝ってるんで、まあ、ヒーローズのまたしっかり勝ってもう絶対負けたくないですね、とりあえず。はい、F リーグで活躍してて、はい、で地域リーグに行って、はい、今のこのフットサル界についてどう思いますか？そうですね、やっぱりその F リーグの試合とかにもその地域リーグの選手がやっぱり見に来てないっていう現状を、まあ、知ってて、その引退した選手でもその地域リーグに対してこれだけできるんだぞっていうところを伝えることができれば、もっと地域リーグの選手たちが F リーグを見に行くっていうことも増えると思うんで、今回のそのヒーローズに関してはすごい F リーグ界にとってもすごいいい刺激になるんかなっていうふうに思います。対戦相手のファレイヤに一言お願いします。はい、ボコボコにします。サルヒーローズについてシンプルにどう思いますか？今の時代にはすごくありがたい存在で、地域リーグとかって今動画配信も禁止だし、無観客がずっと続いてるし、けどそこをしっかりいろいろ配信してくれたりとか、家族とか入れるような、有観客にしてくれてるところがすごく、嬉しくて、みんなのモチベーションになるような大会だし、でまた呼んでくれる選手たちも本当元日本代表とか元プロの選手がレベル高いので、すごくありがたいし楽しみな部分であります。味方だった選手もいますし、敵やったけど知り合いの選手ももちろんいると思うんで、それについてどう思いますか？ファレイヤ鳥取の選手たちもすごいタレントある選手もいるし、どこまで挑戦できてどこまで近づけるのかっていうのが楽しみだし、早くみんなに、全国の人とかにも、届けたいなっていう思いが強いので、ファレイヤを、当日楽しみです。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。前回のヒーローに出場してどう感じた？前回のヒーローズ、まあすごいね、雰囲気良かったよね。コロナもあったしさ、ああいうイベントというか有観客とかが少なかったっていうのがあったのかもしれないけど、やっぱすごいみんななんかああいう場所を知ってたのかなっていうのはすごい感じて、でやってる方もすごい気持ちよくプレーできたし、まあすごい楽しかったな。今回だからあれでしょ、ヒーローズとしてもう前回敵同士だったイーストとウエストが一緒になってやるわけじゃん。すごい楽しみだよね。鳥取だから、うんうん、正直お客さんアウェイなんだよね、ヒーローズからしたら、うんうん、ヒーローズ主催だけど、うんうん、でもアウェイゲーム、うん、そんなゲームの中でどういうことを成し得たい？一つの目標としてあるのはもうやっぱりもう相手のチームを圧倒する、一番分かりやすいところだと思うから、圧倒して勝つっていうところかな。それで相手チームに何かコメントがあればお願いします。一回ね、俺練習をね見させてもらったことがあって、まあ、代表の川原さんはめちゃくちゃ親交がある人なんだけど、関係ないよねもうプライドズダズダにするぐらい圧倒しようかな、頑張ります。わかりました、ありがとうございました。フットサルヒーローズについて鳥取開催ですけどどう思いますか？そうですね、これまでフットサルで素晴らしい成績というか結果を残してきた選手たちがこの鳥取で、自分たちのチームパレーヤ鳥取と試合してくれるのはもう純粋にすごく楽しみだし、やるからにはやっぱり真剣勝負で、いいゲームをして勝ちたいなと思います。出場する選手に指令も多いと思いますけども、はい、そういった選手たちとまたこういった場で対戦できるのはどう思いますか？まあ、元 F リーガーという選手も多いと思うので、やっぱりそういったその経験を持った選手たちと、まあ、言えば現役バリバリの選手との勝負って、本当にどっちが勝つのか分かんないんで、すごく楽しみだなと思います。石崎聡選手も今回、まあ、ファリアでやるのどう思いますかって言ったら、うん、勝つ勝たないとかいう以前に圧倒しますって言ってましたけど、うんうん、それについてちょっとどう思いますか？面白いコメントだなと思うけど、まあ、サトシはもう選手やないから今は勝てないんじゃない普通に、うん、やっぱそれでもしサトシ圧倒したらすごいと思うけど、サトシすら無理だと思う。